すっかり遅くなってしまったな。日が暮れるまでに急いで帰らないと。あの、実は私はこの林に住む狐なんです。病気で死にそうになってる母に、その魚をどうか恵んでもらえないでしょうか。狐だって？狐は人に化けて悪さをするというが、この娘は、本当に困ってるようだ。よし、こんなものしかないけど病気のお母さんに食べさせてあげるといいよ。ありがとうございます。このボーンは必ずお返しします。一月後の夕方またここへいらしてください。あら、頼んだ魚は？母さんごめんなさい、実は帰る途中にボノボノ。まあそれはいいことをしたわね。狐のお母さんも病気が治るといいわね。それから一月が経ちました。今日はあれからちょうど一月経った日だけど、本当にあの狐来るのかな。こないだは本当にありがとうございました。母の病気もおかげさまで良くなりました。それは良かったよ。私はこのまま人間の姿でいるので、3年間だけどこかのお店で働かせてください。そのお給料をお礼としてお返しします。え、お礼なんていいよ。魚一匹でそんなことをしてもらうわけにはいかないよ。いいえ、受けたボーンを返さなければ母に叱られます。どうか働かせてください。しかし、お願いです。娘が何度も言うので、男は町の大きな料理屋へ連れて行くことにしました。まあなんて美しい娘だろう。何か妖怪？この娘が仕事を探しているのですが。それはいいわ、ちょうど昨日一人辞めたところなのよ。早速今日から働いてもらおうかしら。はい、3年働きますので、そのお給料をこの方に渡してください。いいわよ。こうして狐の娘は大きな料理屋で働くことになりました。そんなある日、今日は忙しい日ね。おかみさん、都から来たお金持ちの商人がおかみさんを呼んでます。私を？何かしら、何かご用ですか？実は私の一人息子が大暴れをして困っているんだ。それはいけませんね。でも、それがうちとどう関係するんです？ここで働いている美しい娘が我が家に来てくれたら、もしかしたら息子の気も収まるかもしれないと思うんだが、どうだろう？美しい娘と言ったら、サーヤかしら。お金ならたんまり出すよ。どうか頼むよ。そういうことなら喜んで連れて行ってくださいな。こうして商人は狐の娘を都に連れて行きました。みんな、今日からここで一緒に暮らすことになったサーヤだ。よろしく頼むよ。はい。では息子のところへ案内しよう。はい。息子の鬼太郎だ。今は大暴れして疲れ切ってこの通りだ。息子さんの病気を治して差し上げます。ですから息子さんと二人だけにしてください。それは本当なのか？わかった。さあ、お前の正体はわかってるよ。一体どこの狐がついてるんだい？ここの庭に祀られている稲荷です。へえ、でもなんで家に祀られている神が、なぜここの家の人たちを苦しめるんだい？実は、この家はケチでお供え物が少ないんです。それで頭に来て息子に取り付いて苦しめてあることにしたんです。そうかい、でももう終わりよ。私が家の主人に行ってお供え物を増やしてもらうようにしてあげる。だからもう悪さをするんじゃないよ。はい、お願いします。こうして早速お供え物を増やしてもらいました。すると、途端に息子は元に戻ったのでした。息子が元に戻った、君のおかげだよ。本当にありがとう。このお礼のお金を持って故郷に帰るといい。ありがとうございます。こうして狐の娘は故郷に帰っていくのでした。お久し
は。ようやく戻ってくることができました。これはお土産です。十分すぎるお礼をしてもらったのに、またお土産までありがとう。とんでもありません。君の気持ちはわかったよ。さあ、お母さんが待ってるはず。早く帰ってあげるといいよ。はい、あなた様もお元気で、さようなら。こうして狐の娘は嬉しそうに帰っていくのでした。この動画が面白いと思った人はチャンネル登録してね。